おい、檜山、お前ナンパしてこい。中卒英語でブロンド美人ナンパしてこいよ。いいから行ってこいよ、早く。同窓会の会場であるホテルのロビーで見た金髪美女に、中卒だからと俺を見下す同級生が命令してきた。何度断っても俺を無理やり押し出そうとする。彼は俺が困っている姿を見て笑いたいようだ。しかし彼は知らない。いいけど、あの子は俺の秘書だよ。彼女が他人ではないことを。そして俺が今何をしているのかということを。俺は檜山隆之、弟と一緒に長年母子家庭で育ってきた男だ。一緒に育ったといっても幼少期はそうでもなかった。弟の祐介はあまり体が強くなく、幼い頃から入退院を繰り返していたため、母親はそれにつきっきりで、一人の夜も多かった。俺はそんな一人の夜が寂しくて怖くて仕方なかった。しかし必死に働きながら弟の看病をしている母に、そんなことは口が裂けても言えない。それに弟を助けるためなのだと思えば少しは我慢できた。とはいえ一人で家にいても特にすることがなく、暇を持て余していた俺はいつしか母親の負担を少しでも軽くしたいと思うようになり、自然と進んで家事をするようになっていた。最初は見よう見まねだったため、洗濯機に山ほど洗剤を入れてしまって逆に母親を困らせてしまったり、洗濯物の畳み方もそれはそれはひどいものだったと思う。アイロンをかけようとして服を焦がしてしまったこともある。ホットケーキを作ろうと思って間違ってシンクにぶちまけてしまい、シンクを粉だらけにしてしまったこともある。掃除機に何かを詰まらせてしまい、泣きながら母が帰ってくるのを待ったこともある。しまいには勝手に包丁を取り出して指を切ってしまい、慌てて包帯をぐるぐる巻きにしてどうにかやり過ごしていたこともあった。帰ってきた母に顔を真っ青にして、病院に連れて行かれたっけ。おそらくあの時母親は生きた心地がしなかったのだろう。俺も今思うとなんてことをしたんだと思う。だけどそんな俺に母親はほとんど怒ることもなく、俺の寂しい気持ちに寄り添ってくれて、お手伝いしてくれようとしたんだよね、ありがとう。でもお願い、もう危ないことはしないでね。隆之の気持ちだけでお母さんは嬉しいよ、と頭を撫でてくれていた。もちろん包丁やアイロンは触らせてもらえなくなったし、母に教えてもらったものしか使わせてもらえなくなってしまったけれど、だけど少しずつできる家事が増えていくと、母の助けになっている実感が湧いてきて、すごく嬉しかった。父親は弟が生まれてすぐに不倫をして相手の女と一緒に出て行った。それまでは子煩悩な父親だと思っていたから俺も好きだったけれど、母親を裏切り出ていく姿を見てからはずっと嫌いだと思っている。母親は必死に仕事をしながらも祐介の付き添いをし、俺のことも気にかけて、本当に忙しくて大変だったと思う。祐介の入院費がかかるため父から養育費はもらっていたらしいけれど、生活はかなり厳しかった。俺も家族のために頑張りたい、その一心で俺にもできる家事をどんどん増やしていっていた。そんな俺が中学生になった頃のことだ。松岡翔太という生徒と同じクラスになった。松岡はクラスの中心人物で、いわゆる陽キャといえる存在。男女関係なく常に周りに人がいて、先輩や後輩にも知り合いが多い。なあ、今日これからみんなでカラオケ行かね？駅前に新しくできたじゃん、店員が可愛いんだって。彼が一度そう言えば、いいね、行こう、どうせならクラス全員で行っちゃおうよ、ね、
いいよね、みんな。みんな、今日の放課後、駅前のカラオケに集合な。いつの間にか、クラス全員でのカラオケの予定が立っている。じゃーん、先輩から過去ももらってきた。マジ？でかした翔太。さすが翔太、顔広いと役立つね。ありがとう翔太、これで赤点は免れる。あ、ねえ、この後みんなで一緒に勉強しない？おう、じゃあ俺んち来いよ。新作のゲームもあるし、息抜きがてら見せてやるから。行きたい。どこから持ってきたのか過去問をゲットしては神様のように崇められ、そして得意げに自慢したりもしていた。いつも周りに人をはべらせ、そしてバカ騒ぎをする松岡。俺は自分と正反対の松岡が少し苦手だった。お前も来いよ。いや、俺はカラオケ行くお金持ってないから。あ？カラオケくらい余裕だって。小遣いくらいもらってんだろ。ごめん、本当に余裕なくて。最初の頃は俺も誘われていた。しかし家計に余裕がなかった俺はその誘いに乗ることはなく、いつしか誘われなくなっていた。でも俺は松岡のことが苦手だったから、そんなことは正直どうでもよかった。ただ松岡は俺に断られたことがどうも気に食わなかったらしい。なあ、あいつって勉強ばっかで学級委員とか俺らのことバカにしてない？陰キャのくせに。あ、わかる。いつも翔太が誘ってるのに断るし、なんか調子乗ってるよね。うちら陽キャからしたらマジキモいのに。それより翔太、あんな陰キャは放っておいて、今日もどっか出かけよう。そうだな、そうするか。気がつけば俺は陰キャと呼ばれるようになり、疎まれる存在に。しかしそう言われるようになったのは俺だけではなく、他にも何人もいた。やはりそのノリやテンションについていけないクラスメイトは一定以上いて、みんな漏れなく陰キャと呼ばれるようになった。そしてすぐにクラスは陽キャと陰キャで二分されているような状態になっていた。何の因果なのか、学年が上がればクラスもばらけると思っていたのに、松岡と俺は3年間同じクラスだった。中3になると全ての行事において自分たちが中心となって後輩たちを引っ張っていかなければいけない。体育祭や文化祭などお祭りごとやイベントが大好きな松岡は、ようやく最終学年になったことにより自分が中心となって仕切れることにすごく喜んでいた。みんな、文化祭の出し物何にする？高校生みたいに飲食ができるわけでもないし、今年も無難に展示でよくない？バカだな、せっかくステージがあるんだから目立つようなことしたいじゃん。この際劇とかどうだ？絶対盛り上がるし楽しいと思うんだけど。松岡は張り切って話し合いを始めるけれど、聞いているとその内容はただ目立ちたいだけ、騒ぎたいだけのように聞こえて憂鬱になる。あの劇だと当日の時間も取られるし、練習も大変だろうし、展示の方がいいんじゃ。クラスの誰かが恐る恐るそう意見を出したものの、はあ？せっかく今劇の流れで進んでたのになんだよ、文句あんのか？いえ。まあ別にいいよ、ついてこれないやつは邪魔なだけだからやらなきゃいいし、楽しめるやつだけで楽しもうぜ。そんな横暴を言う松岡の提案する劇は何かの物語ではなく、ただのテレビのお笑い番組を模倣したような、誰かを笑うようなもの。どう考えても素人の二番煎じになって、面白くもなんともないだろうし、受けないからとうちはネタに走ってさらに空気が重くなるだろうというのは明白。最初は松岡の案に賛成していたクラスメイトたちも次第に、面白そうだね、盛り上がるよね、絶対盛り上がるよねと若干引きながらも、今更やめようなどと言える空気ではなくなったらしく、
一人暴走する松岡に冷や汗をかいているようだった。そんな時、松岡くん。あ？なんだよ先生。その劇とやら先生には面白そうには思えないんだけど、どのあたりが面白いんだい？はあ？何言っちゃってんの？クラスの担任である鈴木先生が、見ているとこの劇に心から賛同している人はほとんどいないみたいだけど、君はそれに気づいているかい？はあ？楽しむのはもちろん大事だが、この文化祭は君一人のものじゃない。みんなで作り上げるものだ。クラスのみんなが納得して楽しめるものでないといけないんだよ。自分たちさえ楽しければいいというのは思いやりに欠けるだろう。みんなの意見を汲み取ることができてこそ真のリーダーですよ。とイライラした様子の松岡を諭す。歯に説教垂れてんだよ。ふざけんな。最初は反抗していた松岡だったけれど、誰もその時の松岡に賛同しなかったことがショックだったらしい。ふざけんなよ。じゃあお前らで勝手に地味な展示でもすればいいじゃねえか。俺はやんねえからな。と逆ギレして教室を出て行ってしまった。それを心配して追いかける生徒もいたけれど、俺は鈴木先生の言葉に感動していた。結局松岡はリーダーにはならず、学級委員であった俺が舵取りをして、みんなの意見を聞き、無難な展示に落ち着き、結果も大成功に終わったのだった。そんな中、高校受験に行く朝のこと。え？ゆうすけが？はい、すぐに向かいます。朝から血相を変えて電話に出た母親に聞いてみると、ゆうすけの容態が急変したらしい。気にせず受験に行くように言われたけれど、俺はこんな精神状態では受験なんてできるわけないと思い棄権してしまう。すぐに病院に駆けつけ、手術室の前で数時間待った。ゆうすけは医師の懸命な処置によりどうにか一命を取り留めることができた。しかし俺は公立の高校一本の受験だったため、行ける高校がなくなってしまったのだった。それを知った松岡が後日俺を見つけてバカにしたように笑って見下してきた。優等生だったお前が高校浪人？マジで傑作だな。病院に行ったってどうせお前は何もできねえんだから、受験に行けばよかったのに。バカにも程があるだろ。本当最高だな。俺はそれを聞いて、今まで胸の内に溜め込んでいたことが爆発してしまった。楽しいか？あ？そうやって人をバカにし続けて楽しいかって聞いてんだよ。人を見下すのもいい加減にしろよ。思わずつかみかかった俺は、あっけに取られる松岡を感情のままに殴りかかろうとした。しかし寸前のところで鈴木先生に止められて別室に連れて行かれることに。ふざけんなよ。こんなことしてただじゃ済まねえからな。松岡の叫び声がしばらく響いていた。鈴木先生は俺の話を静かに聞いてくれた。今までの辛かった思いを受け止めてくれて、共感してくれて、涙まで流してくれた。辛かったな。寂しかったよな。先生の涙を見ると、ほんの少しだけ俺の心が軽くなったような気がした。俺は間違ってたのかな。受験よりも祐介のことが大事で、祐介が急変したって聞いて、いても立ってもいられなくて、受験なんてどうでもよくなった。だけど、後悔はないけど、やりきれないんだよね。こくりとうなずいた俺に、先生は優しく笑ってくれた。そんな風に思うのは当たり前だろう。でも受験より祐介くんのことを優先したのは間違いではないと思うよ。多分受験を優先したとしても祐介くんのことが気になって本領は発揮できなかっただろうしね。
先生、辛い時はいつでも私に連絡していいからね。私は君の味方だ。大丈夫。そう言って住所と電話番号を教えてくれた。俺は携帯電話なんて欲しいと言える家庭環境ではなかったため、先生との連絡は必然的に手紙になった。俺は何かあるたびに必ず先生に手紙を書くことにして、連絡は怠らなかった。先生からも毎度丁寧な返事が届き、それだけではなく年賀状や暑中見舞いも欠かさずに送られてきていたのだった。そんな俺が中学を卒業してから早15年、同窓会の案内が送られてきた。中3の時の同窓会か。俺はその案内を見てもあまり気持ちが動かなかった。しかし、担任だった鈴木先生も出席予定ですの一文を見て参加を決めた。当日ホテルの宴会場で行われた同窓会。檜山くん、久しぶり。委員長じゃん、久しぶりだな。うん、久しぶり。みんな元気だった？ああ、委員長も元気そうだな。同級生との会話は思いのほか楽しかった。みんな俺のことを当時の委員長だと覚えていてくれて、そんな話で盛り上がる。それぞれの近況を話しながら歓談していると、その中でもとあるグループが異様に盛り上がっているようだった。あっち、すごいね。ああ、松岡たちのグループだよ。ああ、なるほど。どうやらその中心にいるのは松岡のよう。近づくまでもなく、漏れ聞こえてくる言葉を聞いていると、中学の時と変わらずに幼稚に騒いでいるようだ。近寄らずにやり過ごそう。そう思っていたけれど、ふとした拍子に松岡と目が合ってしまったらしい。ニヤニヤしながらこちらに近づいてくる松岡に、俺は逃げ出したい気持ちをぐっとこらえて向き合った。あれ、もしかしてお前檜山？そうだけど。やっぱり。誰かと思ったら中卒の檜山じゃん。スーツなんて着てきてどうしたんだよ。似合ってないぞ。着せられてるみたいで面白いけどさ、お前はもっと底辺っぽい格好じゃないと、その方がお似合いだぞ。開口一番の嫌味にイラッとしながらも、あいにくこれが終わったら仕事なんだと返す。すると、はあ、中卒のお前がスーツ着て仕事？ははいいよいいよ、見え張んなくて。つうかこれから仕事とかどんな社畜なんだよ。ブラック勤めか？ああ、やっぱり中卒だとそういう会社にしか拾ってもらえないんだな。俺なんて証券マンだぜ。ホワイトだし、みんなに自慢もできるし、最高だよ。松岡の言葉すべてが不快で、俺は、そう、すごいね、じゃあ、と逃げるようにその場を去る。しかし、ちょっと待ってくれよ。中卒で働くってどんな感じ？詳しく聞かせてくれよ。今後の参考にするからさ。なあ、頼むよ檜山。あ、中卒って言ったこと怒ってる？ごめんって。謝るから話聞かせろよ。俺たちの仲じゃないかな。せっかくの同窓会なんだから。逃げるなんていい度胸だな。まあ待て、俺は心が広いから許してやる。さ、もう逃げずに飲もうじゃないか。同窓会の最中、どこに行っても松岡がどこからともなく現れて俺に絡んでくる。もうやめてくれ。そう言ってもニヤニヤして俺を追いかけてくるのをやめようとはしてくれなかった。同窓会も終盤に差し掛かった頃、俺は鈴木先生がまだ姿を現していないことが気にかかっていた。遅れているのだろうか、何かあったのだろうか。ひとまずトイレに行こうと会場の外に出ると、またしても松岡がついてくる。なんだ、もう帰るのか？トイレだよ。トイレか、じゃあ俺も一緒に行こうっと。はあ、そろそろ本当にうざいなと思いつつ、トイレに向かう途中、
ロビーのソファに金髪の女性が座っていた。うわ、ブロンド美人、泊まり客かな。マジで綺麗すぎるな。松岡は一人でそう盛り上がったかと思うと、おい檜山、お前ナンパしてこいと俺に命令してきた。は？なんで？いいだろ、中卒英語でブロンド美人ナンパしてこいよ。ニヤニヤしながら言ってくる松岡。その手にスマホが握られていることから、大方俺が拙い英語で女性に話しかけ、あっけなく振られるところを取ってみんなに共有してバカにするつもりなのだ。いい年して中学の頃から本当に何も変わっていないことに衝撃を受けるとともに、呆れて何も言う気にならない。悪いけどそれは無理。そのまま通り過ぎてトイレに向かおうとすると、松岡は俺の腕を力いっぱいつかみ、いいから行ってこいよ早くと俺を押し出そうとする。俺はため息をつきながら松岡に手を離してもらい、いいけどあの子は俺の秘書だよ、そう言ってため息をつくと、は？お前何言ってんの？ついに頭狂ったか？と信じようともしない。するとその女性が俺たちに気がついたらしく、優雅に歩いて向かってくる。松岡は一瞬にして体をガチガチに固め、ほらくだらないこと言ってないで早く行ってこいよと俺をまた押し出そうとした。社長、予定よりも早いけど、もしかしてもう終わったの？彼女が俺に向かってそう問いかける。ブロンド美人から飛び出した流暢な日本語とその内容に、松岡は目を白黒させる。まだもう少しかかりそうなんだ。会いたかった恩師がまだ到着していなくてね。エリー、まだ時間は大丈夫か？暇してない？ええ、大丈夫よ。私が早く来ただけだもの。コーヒーでも飲んで待ってるわ。そうか、助かるよ。ちょ、檜山、一体どういうことだよ。マジでこの美女と知り合いなのかよ。うん、だからそう言っただろ。嘘だろ、聞いてねえよ。いや、だからさっき言っただろ。焦ったように俺たちを見比べる松岡。俺の目の前にいる秘書のエリーも、何言ってるのだろうと首をかしげた。お、檜山くん？檜山くんじゃないか。そこに一人の男性が現れる。鈴木先生。先生？やあ、君は松岡くんだね。久しぶりだね。ああ、ご無沙汰してます。それは恩師である鈴木先生だった。うん、二人に会えて嬉しいよ。特に檜山くん、君はアメリカに行ったと手紙をもらっていたからね。今日会えるのか実は心配していたんだ。アメリカ？鈴木先生の声に松岡が首をかしげる。俺、確かに日本の高校には行かなかったけど、あの後すぐに渡米して向こうの高校に通ったんだ。え？そのまま大学も向こうに行って、今では仕事しながら日本とアメリカを行き来しているんだよ。どういうことだよ。母親が再婚したのは俺が中学を卒業してすぐのことだった。彼は弟の祐介の主治医であり、心臓外科の名医だった。祐介は心臓が弱かったため、義理の父親となった彼のつてを使いアメリカに渡って手術を受けた。俺も母もそれについていき、アメリカで生活するようになったのだった。俺は向こうで高校に通い、有名大学に進学。在学中に起業した会社がうまいこと軌道に乗ってくれて、今では従業員が100人以上いるそれなりの会社になったのだ。は？起業？学生が？知らないのか？アメリカの大学では学生のうちに起業することはポピュラーだよ。俺も現地で彼女と出会って一緒に起業したんだ。俺は松岡に名刺を渡す。そこに書かれている会社名は
上場企業であり証券マンである松岡が知らないわけがない。しかもここ最近は有力株として人気のある銘柄の会社だ。嘘だろ。やはり見覚えがあるのか、松岡は言葉を失っていた。確かに俺は日本の高校には行けなかったよ。だけどそれは社会に出れば関係ない。学歴なんて誰も気にしないし、中卒だろうが高卒だろうが大卒だろうが、社長は社長、仕事で評価されるんだよ。松岡は何も言えずにうなだれていた。どうして、え、どうしてお前はいつも俺の前を行くんだ。松岡はそう力なくつぶやいた。俺は中学の頃からずっとお前が疎ましかった。俺も母子家庭で育って父親はいなかった。だけどお前のところとは違って、俺の母親は数ヶ月単位で彼氏が変わるような女だった。いつも知らない男が家に泊まりに来てて、家に居場所なんてなかった。夜に出歩いてなるべく家に帰らないような生活をしていた。だから弟の体が弱いって言ったって、お前みたいに家族みんなで協力してて仲がいいのが羨ましかったんだ。松岡、成績だってお前が上、委員長で教師からの信頼も厚い。それに比べて俺は家庭環境がバレたくないからって空回りしてチャラいって言われてノリだけで生きてきた。いつ裏切られるかわからなくて、あの頃からずっと怖かった。お前をバカにすることでどうにか鬱憤を晴らしてたんだ。成績は自分で勉強したからだし、委員長だってみんながやらないから手を挙げただけ。真面目に生きてればおのずと人からの信頼は得られるし、裏切られるかって不安になるからって俺をバカにしていい言い訳にはならないよ。ああ、わかってる。あの時お前が高校に行けなかったことをからかった時、今まで怒ったことのないお前につかみかかられてようやく理解した。俺は取り返しのつかないことをしたって。だけど気がつくのがあまりにも遅すぎて謝る機会がなかった。今日お前が来たら謝るつもりだった。だけど思いのほか幸せそうなお前を見たら、今まで気に病んでいた自分の人生は何だったのかと思ったら腹が立って、俺はもう頭を抱えるしかなかった。家庭環境のことは同情の余地はあるかもしれないけれど、それ以外のことは正直松岡の自業自得でしかない。俺は実際にずっと嫌な思いをしてきたし、傷ついたこともあった。松岡は俺を羨ましいと言ったけれど、それは俺もだ。ずっとクラスの中心人物で友人も多く、彼の周りには常に人がいた。毎日笑顔で楽しそうな声が飛び交っていて、何度羨ましいと思ったことか。対して俺は母親の愛情こそ感じていたものの、寂しさは人一倍感じていたし、そもそも人付き合いが苦手なことから真面目だとレッテルを貼られた。委員長だってやりたくてやっていたわけではない。陰キャなんだからと押し付けてきたのは松岡だったことを忘れたのか。それを告げると松岡は驚いたように俺を見た。俺は元来そんな真面目なタイプじゃなかった。自分の気持ちを押し殺して寂しさを紛らわせてる、そんな子供だったんだ。だから明るくみんなの中心にいる、そんな松岡がずっと羨ましかったよ。なんでそんなこと一度も。言うわけないだろ、松岡だって俺に言ったことなかったんだから。それもそうか。でもお前がそんなこと考えてるなんて知らなかった。いつも無表情だったし。表情に出ないだけで心の中まで無なわけないだろ。嬉しいこともあるし嫌なこともある、当たり前のことだろ。そうだよな。俺はお前がいつも平気そうな顔していたから、何をしても何を言っても大丈夫だって自分を正当化してしまっていたんだ。本当にごめん、申し訳なかった。無視ばかりして嫌だと言葉で伝えなかったのは俺の方。俺が嫌だってもっと意思表示をすればよかったんだよな。俺こそごめん。
15年越しの謝罪にお互いが下を向いた。すると鈴木先生が俺たちの前に立った。二人ともあの頃とは比べ物にならないほど大人になりましたね。松岡君、君が自分で気づいたことはとても素晴らしいことです。間違っていたことを間違っていたと認めるのは辛いことも多い。それでも檜山君を傷つけた事実は変わらない。そこはしっかり反省すべきです。はい。檜山君もどこか物事を俯瞰して見ていた檜山君が感情をむき出しにしてくれたあの日、先生は嬉しかったです。今もこうしてわだかまりがあった中で自分の非を認めたのは大変素晴らしいことです。はい。人生の中にももちろん相入れない人も多くいます。むしろそういう人の方が多いかもしれません。それでも生きていく上でお互いを理解しなければいけないこともあります。先生にとっては松岡君も檜山君もどちらも大切な私の生徒です。君たちだけでなく私が関わった生徒みんなが幸せに過ごしてくれることが私の幸せです。君たちは今ここで一つの心の憂いがなくなった。それは私にとっても嬉しいこと。君たちはとても先生思いの優秀な生徒だ。そんな君たちが誇らしいよ。あまりにもべた褒めされるから恥ずかしくなり笑ってしまう。松岡も似たようなもので、エリーはそんな俺たちを微笑ましく見守ってくれていた。檜山、こっち。松岡、お待たせ。いや、俺も今来たところ。生でいいか？うん、ありがとう。そしてあの同窓会の一件以来、なんとなく松岡と連絡を取り合うようになった。最初はお互い気まずさがあり、会話も全然続かなかった。しかし今では普通の友人のように会話ができるようになり、飲みに行くまでになった。松岡とはお互いのこれまでの話をすることが多い。彼は高校に入ってから自立を目指して奨学金で大学に入り、大手の証券会社に就職を決めたのだという。大手の証券会社なんて就活も大変だっただろう。そりゃあな、かなり対策もしたし、毎日エントリーシートに頭悩ませてたよ。すごいな。その努力をすごいと思うけれど、松岡に言わせれば、いや、お前に比べたら俺なんてみじんこ程度だよ。慣れない国で必死に頑張ってきたんだろ。お前の学生のうちから起業するっていう意気込みと決意の方が何倍もすげえよ。と笑う。飲みに誘ったり誘われたりということも増えて、今では週1ペースで会っている。そのためか中学の時には到底考えられなかった話もした。その代表がいわゆる恋バナというやつだ。え？プロポーズ？そうなんだ。エリーとは何年も付き合ってるんだけど、それ以上にビジネスパートナーとしての関係の方が長くて、それにアメリカ人だから、なんかそれ相応のロマンチックなプロポーズの方がいいのかなとか、いろいろ考えたら何も行動に移せなくて。でも会社も軌道に乗ったし、これ以上エリーを待たせたくないと思って。まさかエリーさんがお前を選ぶとは。おい、どういう意味だ。冗談だよ、ごめんって。俺はエリーにプロポーズしたいと松岡に相談。彼は冗談を交えながらも真剣に話を聞いてくれて、夜景の見えるレストランやバラの花束の本数の意味などを調べてくれた。無事にプロポーズが成功して結婚が決まった時は、おめでとう、おめでとう、本当によかったと自分のことのように泣いて喜んでくれた。松岡はあれから嫌味なことは全く言わなくなった。仕事でもプライベートでも今までの性格や言動を見直し、雰囲気も柔らかくなったことから今非常にモテているのだとか。しかし本人曰く、母親のことが相当なトラウマになっているようで、なかなか女性を信用できないらしい。結婚なんて
俺には当分無理だろうな。まあ今の生活に満足してるから全然いいけど。あっけらかんとしており、その姿は見ていてすがすがしいほど。結婚が全てだとは思わないけれど、彼の心の傷が少しでも良くなるといいなと思った。ほどなくして俺は無事にエリーと結婚した。日本が大好きな彼女の希望で、チャペルではなく和装での神前式を行うことに。白無垢には黒髪だと思っていたけれど、ブロンドもなかなか良い。いや、エリーだからかなんて思ってしまう。参列者の中にはもちろん鈴木先生もおり、松岡の姿もある。おめでとう、幸せになれよ。ありがとう。落ち着いたらまた飲みに行こう。また連絡する。わかった、俺も連絡するよ。笑い合う俺たちを鈴木先生が嬉しそうに見守ってくれていた。中学の頃、松岡とここまで分かり合える日が来るなんて想像もしていなかった。人と人とはどんなにいがみ合っていても、もしかしたら腹を割って話せば分かり合えることもあるのかもしれない。エリーとは国籍も育ってきた環境も全く違うが、こうして家族になることができた。中学の時に大嫌いだとまで思った松岡に至っては、今では親友と呼んでもいいくらいの大切な存在だ。勝手に決めつけず対話を重ねることが大切なのだろう。それは仕事の上でもそうだし、プライベートでも同じだ。俺はそれを忘れずにこれからも生きていこうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと、大丈夫ですか？救急車。仕事帰りにふらりと倒れた女性を助けた。少し前から俺の前をふらふらと力なく歩いていて、危ないなと思っていたのだ。よかった、地面に倒れ込む前に助けることができて。本当にありがとう。後日また改めてお礼をさせてほしい、と言われ名刺を置いていった。そして後日お礼にと食事に誘われ、しばし談笑をする。時々俺を切なぎに見つめては目を伏せるので、なんだかドキドキしてしまう。親くらいの年齢だからか、その凛とした優しげな物言いのせいか、わずかな懐かしさすら感じる。先日は本当にありがとう、助かったわ。急にぶしつけなんだけれど、彼女はいるのかしら？もしよければなんだけど、いい縁談があるの、紹介させてくれないかしら？突然の申し出に俺は少々驚いたが、女性のすがるような視線に、じゃあとりあえず会ってみるだけなら、と承諾した。女性はパッと顔を上げて、じゃあ来週またこのお店で、と言い食事を再開した。女性の言う通り、縁談は俺にはもったいないほどのもので、相手とも意気投合し、来てよかったと心底思った。しかしこの縁談が俺の人生を狂わせた。俺の名前は白井司、ごく普通の営業マンだ。新卒で就職して以来忙しい日々を送っている。俺が勤めるのは製薬会社で、開発部は常に新薬の研究をしているので、覚えることが本当に多い。製薬会社の営業職なので、いわゆる MR として世間には認知されている。薬という毒にもなり得るものを取り扱っているので、常に製品知識はアップデートして正しい営業をしたい。そう思うと仕事の合間や終わった後の勉強は欠かせない。俺は少しでも人の命を助ける手助けがしたくて製薬会社に就職を決めた。なので中途半端な仕事をして俺の軸が崩れてしまうのは絶対嫌で、徹底的に勉強をしたし、わからないことはすぐに調べる、中途半端な知識で営業をしないと決めていた。おかげで成績は上々、白井君は誠実で信頼できると多くの医者からの信頼を勝ち得ていた。こうも評価してもらえると有頂天になってしまいそうだが、これで今までしてきたことを怠ってしまっては意味がないと、
気持ちを引き締めている。俺が MR を目指そうと思った理由は父だった。俺の家は父子家庭で、父が男で一つで育ててくれていた。仕事をしながら家事も全部が全部完璧で、俺はいつか結婚したらこういう父親になりたいと思っている。しかし父には持病があった。毎日薬を飲むことで症状を抑えられる軽いものではあったが、そんな持病を抱えていても俺に悟らせないようにと隠れて薬を飲み、気丈に俺を愛してくれていた。そんな父を見ていたので、俺は医療関係の仕事がしたかったのだ。しかし父子家庭の俺は医学部や薬学部に行けるほどの大それた資金はなく、国立大の医学部薬学部を目指せるほど頭は良くなかった。なので俺は国立大の医学部を目指し、薬学関連のゼミに入って、俺は製薬会社を目指したのだ。研究職にはなれなくても、こうして営業として常に進化する薬を必要としている人のもとへと届けたい。あわよくば薬を使っている人の声を研究職に持ち帰って、さらに飲みやすく効果のある薬の開発への橋渡しとなれたら、なんて思っている。営業部の俺の上司はめちゃくちゃ厳しい。つかさ、営業行くぞ。準備できてるの？彼女は桐谷美希。最近研究職から移動してきた女性で、薬の知識から何から何まで徹底的に教え込まれた。ほう、お前は営業部なのにきちんと勉強しているんだな。彼女の移動初日、初めての会話がこれだ。今でも覚えている。そしてそのまま話は続けられた。白井、その勉強絶対に続けろよ。それはお前の武器になる。我々 MR の仕事は何だ？薬を売り込むことか？半分正解で半分不正解だ。俺は真剣に彼女の言葉に耳を傾ける。我々の仕事は正しい場所に正しい薬を正しい知識とともに届けることだ。薬は使い方次第で劇薬にもなる。間接的に人の命を握っているんだ。だからこそ徹底的に知識を叩き込み、医者に納得してもらわなくてはならない。これが彼女の教えで、俺と同じ思いだった。俺との違いはその圧倒的な知識量。彼女は薬学部出身で開発部にいたので、その知識を授けてもらっていた。つかさ、この前の資料目を通したか？はい。ただこの薬の飲み合わせなんですが、桐谷さんとの移動はこうして桐谷さんの運転する車で、資料の見直しと口頭での勉強会になる。この時間はとても貴重でありがたいものだった。会社全体で見ても桐谷さんはかなり厳しく。白井、よくあんな厳しいババアの元でやっていけるよな。ド M なんじゃねえの？とやじられたりもするが、確かに厳しいけど、あの人の指導は的確なんだ。あの人についていけば大丈夫って確信があるから、俺はついていくよ。物言いは厳しく、桐谷班は軍隊とまで言われているが、理不尽なことは言わない。話は最後まで聞いてくれる。指導を決して投げ出さない。笑顔こそ見たことはないが、努力はそれ相応に評価して、さらに上の目標を記してくれる。今の俺があるのは間違いなく桐谷さんのおかげだ。ある日、俺は疲労困憊で帰り道を歩いていた。その日は行く病院が多く、あっちこっちへの移動が多かったのだ。おかげで帰る頃にはすでに0時を回ってしまった。今日は帰ってからの勉強は難しいな。そう思って移動中にはいつもより集中して資料に目を通していたので、うっかり一駅乗り過ごしてしまい、たまにはいいかと一駅分歩いての帰宅だ。普段通らない道はなんだか新鮮で、こんな道あったのか。朝早めに出てあの喫茶店でモーニングでも食べながら勉強するのもいいな、なんて妄想しながら自宅に向かい歩いていると、目の前をふらふらと今にも倒れそうに歩く女性がいた。危ないなとは思いつつも、急に話しかけられても怖いよなと後ろから眺めるほかなかったのだが、先ほどまでおぼつかなかった女性の足がふっと止まり、頭が視界から消えた。あ、まずい。俺はカバンを投げ出し、慌てて女性に駆け寄り、
その倒れた体を受け止めた。ちょっと大丈夫ですか？救急車。抱き止めた女性の肩をトントンと軽く叩き呼びかけるも気を失っているようだ。俺は道の端に女性を横たわらせ、ジャケットを丸めて枕代わりにする。先ほど投げ出したカバンからスマホを取り出し救急車を呼んだ。ほどなくして救急車が到着し、救急隊員との応対をしていると女性は勢いよく飛び起き、ここはと辺りを見渡す。あ、気がつきましたか？道でふらふらと倒れられたので救急車を呼ばせていただきました。気を失っているようでしたので。私はどの程度気を失っていましたか？俺は女性からの問いにここまでの経緯を簡単に話した。そうですか、本当にありがとうございます。ここからは救急隊員もおりますので大丈夫です。ぜひお礼をさせていただきたいのですが、あいにく今持ち合わせが。よければ名刺を頂戴してもよろしいですか？いえそんな大したことはしてないのでお気になさらず。人を助けるなんて当たり前のことで、こんなに仰々しくお礼を言われてはなんだかくすぐったい。大丈夫ならよかったと足早にその場を離れようとしたが、いえお礼くらいさせてください、お願いしますと深々と頭を下げられてしまったので、そこまで言っていただけるならば本当に気にしないでくださいと名刺を一枚手渡してその場を去った。大したことはしていないのになと思いつつも、女性があんな夜道で倒れていたら確かに危ないな、そう考えるといいことをしたのかもと自分を納得させている間に自宅に着いた。その日はなんだか清々しくてぐっすりと眠れた。白井、ちょっといいか？翌朝いつも通り出社すると、社長直々に神妙な面持ちで呼び出しがあった。俺は何かしてしまっただろうか。俺は悶々と考え込みながら社長室へ向かう。白井、君はとんでもないことをしてくれたね。社長室に入るなり社長は俺の方を見ることなくそう言った。俺は一体何をしでかしたんだ？ぐるぐると回り続ける思考の中、ま、座ってくれ、立ち話もなんだからねと勧められるがままに、重厚なふかふかの椅子に座り心臓をバクバクとさせていた。よくやってくれたよ、本当に大手柄だ。先に続いた言葉に俺は思わず顔を上げた。目の前にはニコニコとした社長が座っていて、内心ほっと胸をなで下ろした。君、昨日帰り道に女性を助けただろう。あの人な、カムイ総合病院の院長先生だったんだよ。危機として話す社長は、これで大口の契約が取れたらと嬉しそうに笑っている。今朝会社に電話があってね、君から助けられたので以前断られた新薬の話聞くだけならと言ってくれたんだ。どうやら俺が助けた女性はかなりの大物だったらしい。財政界の大物も彼女に相談するほどの名医で、国内外問わず医学界では有名な人だった。この新薬の営業だがね、ぜひ君にお願いしたい。そうだね、かなり大口になるから桐谷君を連れて行っても構わないよ。君のおかげで会社の未来は明るいぞ。すぐの契約でなくても構わない、懇意にしてもらえるように頑張るんだぞ。そういう社長はかなり満足げだった。部署に戻り桐谷さんにこのことを報告すると、そうか、その契約はお前一人で行け、司なら大丈夫だろと言ってどこかに行ってしまった。これまでのそういう大口の契約は俺が主導であっても必ずついてきていた。ついに認めてもらえたのだろうかと首をかしげながらも今日の仕事に取りかかる。先日はどうもありがとう。次の金曜日は空いていますか？お礼と言ってはなんですが、食事に行きませんか？折り入ってお話もありますし。その日のうちに昨日助けたジョイだという女性から連絡が来た。本当に律儀な人だな。正直お礼と言われてしまうとなんだかくすぐったくて乗り気にはなれなかったが、今朝社長からあの話をされてしまっては行かざるを得ない。ついでに営業の機会をもらうべくアポを取らせてもらおうかと金曜日の食事の約束をした。ああ、よかった。では当日はお迎えに上がりますね。
彼女はそう言って電話を切った。そして食事の日、さすがにいつものスーツではまずいかとカジュアルフォーマルな服を用意した。白井、この後デートなんてからかわれたりもしたが、相手に恥をかかせるよりはいいだろう。会社から出ると目の前には高級車が止まっていた。お待ちしていました。さあ行きましょう。生ものは大丈夫ですか？今日は行きつけのお寿司屋さんにと思っています。柔和に微笑む彼女は全身高そうな服に身を包んでいた。一方的に名刺をいただいてきちんと名乗っていませんでしたね。改めて先日はありがとうございました。私、高木玲子と言いますと、何度目かわからないお礼とともに名刺をもらう。高木玲子、社長が言っていたようにカムイ総合病院の院長と書かれていた。迎えに来てくれた車に促されるまま乗り込むと、運転手がいて後部座席に彼女と並んで座るのはかなり緊張した。そして何とも高級感あふれるお寿司屋さんに連れて行かれ、次々と目の前で握られる寿司を味わう。正直緊張で、せっかくのお寿司なのに味もよくわからなかったが、隣のニコニコと俺を見つめ時々切なげに目を伏せる彼女にドキドキしてしまう。何か変なところはないか、粗相はないかとそわそわしつつも彼女と談笑する。コースも終盤となり、ようやくほんのりと味がわかるくらいには緊張もほどけて打ち解けた。白井くん、司くんね、彼女はいるの？ふと高木さんがまっすぐ俺を見つめて問いかける。いえ、おりませんが。俺がそう答えると、あ、いきなりぶしつけだったわね。そう、彼女はいないのね。そう言って顎に手をやり少し考える。よければなんだけど、一人私の弟子を紹介させてもらえないかしら。縁談とまではいかなくともかなりいい話なはずよ。そうまっすぐ俺を見つめる高木さんに俺は勢いのままうなずいた。後日指定された日に先日と同じ寿司屋に行く。本当にお気に入りなんだなと思いながらも、内心序盤緊張しすぎて味わえなかった料理を再び食べられると思うと嬉しかった。店の戸を引き高木さんの名を告げると奥の個室に通された。あ、お待ちしておりました。白井さんですね。鈴の転がるような声で微笑みかけてくれたのは可憐な女性だった。はじめまして、高木さんからの紹介でこの場を設けていただきました、藤井しおりと申します。本日はよろしくお願いします。照れくさそうに耳にさらりとした長い髪をかける仕草にドキッとする。はじめまして、白井司です。こちらこそよろしくお願いします。初対面ながら和やかに食事は進む。高木さんの下で医師をしています。聞いていた通り誠実で素敵な方ですね。柔らかく微笑む彼女に俺はどぎまぎしてしまい、いえ、こちらこそ。高木さんに紹介させてほしいと言われた時にはどんな方かと思っていたんですが、こんなに素敵な方だなんて。すみません、こんな一階のサラリーマンで、しおりさんならもっと素敵な男性はいるでしょうに。俺は思わず口をついて出た言葉にうなずく。卑屈なやつだと思われてはいないだろうか。クスクスと笑う声に前を向くと、口に手を当てて彼女は笑っていた。ふふ、いいじゃないですか。誠実な仕事ぶりとお伺いしています。職業に忌憚はありませんよ。今度うちの院にもお薬売りに来てくださいませんか？俺は大きくうなずく。彼女との食事は本当に楽しく、いつまでもこの時間が続けばいいのにと思った。高木さんには疎遠になった息子さんがいるみたいなんです。きっと司さんにその息子さんを重ねているんですね。あなたに助けられた日からあなたのことと、そして家族の話が増えたんです。ニコニコと話す彼女に俺は少し引っかかる。会いに行けばいいのに。ぼそりとつぶやく俺にしおりさんは困った顔をする。そうですよね、私もそう思います。会えるのなら会うべきですよね。でも高木さんは
理由なく会えないと諦める人ではないので、きっと何か事情があるんですよ。あ、すみません。しおりさんにとっては尊敬する人なのに悪く言うようなことを。気にしないでください。何も知らなければ私だってそう思ってしまいます。その後は他愛もない話が続き、意気投合した俺たちは次に会う約束をした。見た目が可愛らしいのはもちろん、明るく優しいしおりさんに気づけば惚れていた。何度かのデートを重ね、何度目かの待ち合わせ、待ち合わせ場所にはしおりさんではなく高木さんがいた。あれ、どうされたんですか高木さん。彼女は申し訳なさそうに、ごめんなさいね、どうしてもあなたと話したくて、しおりちゃんに少し時間を譲ってもらったの。彼女は30分後にここに来るから少しだけいいかしら。そう言って近くの喫茶店に入る。二人分のアイスコーヒーが来るのを待って高木さんは口を開いた。私、昔の名字を白井というの。離婚に伴って旧姓の高木に戻したのだけれど、あの人、匠さんは元気？少し寂しげな表情でこちらを伺う。白井、匠、もしかして最初にしおりさんが言ってた高木さんの疎遠になった息子って。小さくうなずく高木さんに俺は戸惑った。どうして今まで会いに来なかったんですか？父と別れたのはなんで？聞きたいことがたくさんあった。順番に話しましょうか。私がいけないのよ。仕事に没頭するあまりあなたたちをないがしろにしてしまった。あなた、匠さんの持病を間近で見て製薬会社を希望したそうね。人の命を救う夢は大層なことだけれど、一番は家族よ。大切にしてね。コーヒーを一口飲む。私は誰かを救いたくて必死に仕事していたけど、そうするあまり家族はないがしろになってしまったの。見かねた司さんに、自分の子供の成長も気に留めない母親が何を救えるんだと見下り判を突きつけられてね。その時私ハッとしたの。確かに多くの命は救えたけど、一番大切なものは見えていなかったなって。ぐるりとストローを回すその顔はとても悲しそうだった。初めて高木さんと食事した時のあの切なそうな顔は、離婚した時のことを思い出していたのかもしれない。どうして会いにも来てくれなかったんです？それくらいはできたでしょう。しおりさんに息子のことを話すくらいなのだから。そう言いかけて俺は口をつぐんだ。力なく首を振る高木さんからは後悔と悲しみにあふれていたからだ。匠さんに許してもらえなかったの。だから最初はあなたの母親であることも隠したままにしようと思っていたのだけれど。力なく微笑む母親に俺はどう声をかけていいかわからなかった。俺は会えてよかったと思っていますよ、母さん。そう呼ぶ俺にポロリと一粒涙をこぼした。それに父はもう許してくれるんじゃないかな。ちゃんと話せば、いい人も紹介してくれたし、こうして母親の顔も見れて俺は満足ですし。またあの寿司連れてってくださいよ。初めて会った時は緊張して味がわからなかったんです。恥ずかしくてそっぽを向く俺に母は笑い出した。やだ、匠さんと似たようなことを言うのね。わかったわ、また行きましょう。それにしおりのことかなり気に入ってくれたのね。嬉しいわ。いい縁談だったでしょ。俺はまっすぐ母親の姿を見つめうなずいた。約束ですよ、今度は父も一緒に。しおりさんは俺にはもったいないくらいです。あんなに綺麗な心を持った女性だ。俺は俺のすべてをかけてしおりさんを守りたいと思っています。司くん。後ろからしおりさんの声がした。ちょうどここに到着したらしく、俺のしおりさんへの思いはすべて聞こえていたらしい。急に恥ずかしくなって赤面する俺を高木さんは笑う。うちの子をよろしくね。娘みたいに育ててきた子なの。しおりさんも顔をわからめてうつむいてしまった。さて、
と立ち上がる高木さんは去り際に、ああ、あなたの上司の桐谷さん、かなり厳しいでしょ？彼女、私の親友なのよ。その言葉に俺はパッと顔を上げる。え、桐谷さん？相当拍子抜けた顔をしていたのだろう。母親はクスクスと笑う。会えない代わりにあなたの動向はミキに見守ってもらっていたのよ。あなたの頑張りはミキから常々聞いているわ。あなたは私の誇りよ。私の頼みを聞いてわざわざ研究職から慣れない営業に移動してくれた。ミキにもお礼を言わなくちゃ。母親のいたずらな最後の一言にポカンとしていると、しおりさんの声が俺を現実に引き戻す。なんだかすごいこと聞いちゃった気分。ニコニコと微笑む彼女は近くの店員を呼び止め、紅茶と空になった俺のコーヒーのおかわりを頼む。今日はどこに行こうか。無邪気にこの後のデートを楽しみにしてくれる彼女に胸が熱くなり、とりあえずは後でいいやと彼女に向き合った。そっか、聞いたんだね。後日営業回りの合間に桐谷さんにこの間の母親との話をした。じゃあ私もお役ごめんかな。つかさ、あんたは本当によくやっているよ。私が最初にあんたに言ったこと覚えてる？俺はうなずく。 MR は間接的に人の命を握る。俺はその意見に全面的に同意だったし、製薬会社に就職したのも間接的に人の命を救えたらと思っていたからだ。あんたの姿は玲子そっくりだ。なんで医者の道進まなかったんだろうな。ははは、と笑う桐谷さんに俺は目を奪われた。初めて桐谷さんの笑顔を見た気がした。桐谷さんも笑うんすね。そりゃ人間だからね。玲子に頼まれた以上、あんたを一人前にするのに必死だったんだよ。一本タバコをふかしながら言った。次の移動で私は研究部に戻るよ。あんたはもう十分一人でやっていけるだろう。なんかあったら研究部に顔出しな。はい、今までお世話になりました。それからポツポツと思い出話をしてくれた。玲子ってさ、不器用なんだよね。だから仕事と家庭の両立ができなくて巧みに捨てられたんだけどさ。両親と桐谷さんは大学の同級生だった。匠も頑固だよね。玲子が両立なんてうまくできるわけがないの知ってるのに。玲子はもちろん匠からも今でも連絡が来るんだ。愛されてんね。実は父親からもちょくちょく俺の近況を尋ねられていたらしい。からかい半分で玲子に似てよく仕事のできる子だよって言うと、あいつ複雑そうな顔をするんだ。匠はまだ玲子のことも好きなんだよ。家庭をないがしろにしたことを許せなかった自分も許せなくて意地張ってるんだよ。桐谷さんはそう言ってタバコの火を消し、ひらひらと手を振ってどこかへ行った。あれから数年が経ち、両親は再婚していた。桐谷さんとの話の後、俺はすぐに家に帰り母親の話をした。なあ、今度母さん行きつけの寿司屋、父さんも行こうよ。母さんも父さんのこと気にしてたし、俺のことを気にしすぎてわざわざ違う部署にいる親友を直属の上司にするくらいだよ。俺は父を必死に説得し、家族3人での食事にこぎつけた。最初は気まずそうに向き合う両親は次第に言い合いになり、最後には仲直りをした。それからそれまでを取り戻すかのように月に一度は家族で食事に行く機会が設けられ、気づけば両親は二人でちょくちょく出かけるまでになっていた。つかさ、俺再婚しようと思う。ある日父親から突然言われて、俺は思わずお茶を吹き出した。急になんだよ、誰と？玲子に決まってるだろ。幾度もデートを重ねるうちにお互いの気持ちを再確認したらしい。何十年と時を経て再婚した。そして俺ももうすぐ子供が生まれてくる。しおり、もうすぐだな。体調は大丈夫か？もう心配性だな。具合悪そうに見える？しおりと結婚し、もうすぐ待望の第一子が生まれてくる。医者という立場で
あまり休めないしおりと、入れ替わりで俺は育休を取ることになっている。仕事は至って順調で、母親のつてでカムイ総合病院から大口の契約を取ってからは俺は大出世、比較的自由に休みが取れるようになり、仕事は新人育成が大半だった。子供が生まれてからしおりのサポートをする準備は万全だ。育休に向けて家事や子育てについて父親に教えてもらおうと、実家に来ている間に両親の再婚の話を聞かされて、もう何も入ってこなかった。お、やってるやってる、いいパパになるね、つかさ。ほんとね、匠に似たのかしら。しおりもこれで安心ね。父親修行をしていると、母親と子供を抱えた桐谷さんが入ってくる。両親の仲が再構築されてからは、桐谷さんの家族とも家族ぐるみでの付き合いをしている。今日は孫を抱いてきたようだった。もうすぐしおりも来るわよ、晩ご飯の用意お願いね、と母親は大量の食材をキッチンに置いた。俺と父親は顔を見合わせる。母親は全く料理ができない。母親の買ってきた食材を見て、俺たちはため息をついた。おい、これ何人分の食材だ？ん？私たちと桐谷家としおりと10人くらい？無邪気に微笑む母親に、父は、可愛いから許せる。けど、本当に仕事しかできないんだよな。手伝えと言い、テキパキと用意する父に倣って、俺も食材の下処理に取り掛かる。あれもこれもと忙しく料理をしていると、チャイムが鳴った。しおり、お疲れ様。とりあえず座っててよ。え、私も何か？いいのいいの。うちの男性陣は優秀だから、妊婦はおとなしく座ってなさい。すでに酒を飲み始めている母親に促されて座るしおり。あ、もうすぐうちの人らも来るって。のんきに孫と遊ぶ桐谷さん。どんちゃん騒ぎはもうすぐだな。と父親と気合を入れ直し、仕上げに取りかかる。再びのチャイムにしおりが応対した。パーティーが始まる。俺はみんなの笑顔を見て顔がほころんだ。司くん、お疲れ様。こういう楽しい家庭にしようね。俺に冷えたビールを差し出し、微笑む彼女に俺は誓う。絶対に幸せな家庭にしよう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。正直、この会社に君の必要性を感じないんだよね。俺が勤めている会社の上司がイライラした様子で俺に向かってそう言った。どちらかといえば不要なのはその上司の方なのだが、彼は常に気に入らない部下を貶めようと、仕事が遅いだとかミスが多いだとか真偽問わずそんなイチャモンをつけてくる。お前なんかクビだ！二度と顔を見せるな！あまりにもひどいので少し言い返すと、彼は癇癪を起こして俺に首を宣告した。言われた俺は素直に部屋を出る。うるさい部下が消えて満足だったのだろうが、まさかそのせいであんなことになるとは思わなかったのだろう。俺の名前は菊池雄二。3年前に新卒で洋菓子メーカーに就職した25歳で甘党の男だ。うちはもともと郊外にある小さな個人経営の店だったが、徐々に規模が大きくなり株式会社として設立された。それから売上はうなぎ上り、首都圏を中心にいくつも店舗を出すに至っている。インターネットが発達した最近では、ブログや SNS の影響が大きいのだろうと考えられる。幼い頃からずっと甘いものが好きで、特に洋菓子には目がなかった。はい、新作、どうかな？食べるのみならず、自分で作るのも好きだった。学校から帰ると、宿題をやるよりも先に台所に立つほどだ。
既存のお菓子を作ることもあれば、創作をすることもある。ゆうじくん、本当お菓子作り好きだね。うん。さあ、食べて食べて。作っては友達のところへ持って行き、試食してもらっている。最初はただ好きで作っていたのだが、この頃になると俺が作ったお菓子で笑顔になってもらいたいという思いを持つようになっていた。まあ、毒味役の友人には申し訳ないがな。透明なプラスチックの小包を渡すと、彼は早速取り出して口へ運んだ。うん、おいしい。俺がお菓子を持っていくと、彼はいつも喜んでくれる。どうやら甘党らしい。ルイは友を呼ぶということわざがあるが、その意味はこういうことなのだろうと、幼いながら実感した。けど、ちょっと酸っぱいかも。ああ、酸っぱい？ソース多すぎたかな。2層のスポンジがあり、それらの間にベリーのソースが塗ってある。それが多すぎたのか、はたまた使ったソースが悪かったのか。指摘されたことを反省点として小さなノートに書き留める。学校の休み時間に落書きするのに使う自由帳も兼ねる。怪獣やロボットの絵とお菓子作りのメモが入り乱れた奇怪な無地の帳面である。それ以外はすっげー美味しい。ありがとう。新しく作ったらまた持ってくるね。彼の好評を記したそれをカバンにしまい、俺と友人は近所の公園へ駆け出した。お菓子作りが好きだからといって家にこもってばかりではない。外で走り回るなど子供らしい遊びも盛んにやっていた。思い返してみると、俺の幼少期はクリエイティブかつアクティブな充実した時間だった。そんな俺の趣味を親、特に母はかなり心配していたという。ユージ、またお菓子を作ってるの？うん、また新作を思いついたんだ。放課後、いつものように家のキッチンでお菓子を作っていると、母が話しかけてきた。もっと外でお友達と遊んだ方がいいんじゃないの？これが終わったら友達とそこの公園に行くよ。心配することはない。その意味を込めて質問に返答したのだが、母はなおも、とうなっている。忙しいので手を止めず、背を向けたままの俺だが、彼女が納得していないであろうことは容易に想像できた。そう、男の子なんだから外でたくさん遊びなさいよ。はい。お菓子作りに男も女も関係あるもんか。俺は作りたくて作っていたのだ。それを妨害されちゃたまらない。そういう反抗の意思を込め、この話題に対して俺はいつも適当な返事をした。そんなことを高校生になっても続けていると、母はいつの間にか何も言わなくなった。心から楽しむ俺を見て納得してくれたのだろう。もしくは呆れられたのか。どちらにせよ、俺は俺のやりたいお菓子作りができれば満足だ。ユージ、受験はどうだ？土曜日の朝からお菓子を作っていた俺。洗い物をしていると、そこに父が現れて、そう聞いてきた。まあ、順調って感じ。そうか。大学は必ず卒業しろよ。わかってるよ。父は昔から厳しい人で、勉強も運動もしっかりやれと指導を受けてきた。昔ながらの頑固な人なのかと思いきや、お菓子作りをやめろと言われたことはただの一度もなかった。むしろどこか応援してくれているようにさえ感じた。やがて浪人も留年も経験せずに大学を卒業。好きだったお菓子作りを生かして今の洋菓子メーカー勤務となったのだ。
最初の頃は店舗に出ていたのだが、昨年の夏に本社へ移動になり、今では経理課の仕事をしている。あれ、おかしいな、計算が合わないや。本来は現場で体を動かしたいタイプなので、デスクで数字とにらめっこする業務は非常にストレスがたまる。就職してからは忙しくて、土日くらいしか個人的なお菓子作りに時間を費やせていない。趣味の時間が大きく減ってしまったこともストレスの原因になっている。それともう一つ、俺や経理課メンバーのストレスになっている存在が。おい菊池、お前が作った書類また間違えてたぞ。ちょうど今怒鳴りながら現れた上司、大橋和夫課長だ。しっかり確認してから提出しろ。ミスがあると怒られるのは俺なんだからな。申し訳ございません。どちらにミスがありましたか。見直して再提出いたします。そう質問すると、大橋課長はとため息をつく。あのな、そんなのいちいち人に聞かないで自分で探せよ。子供じゃねえんだからさ。腰に手を当て呆れたように半笑いで言った。ミスがあったと分かっているなら教えてくれれば早いのに、彼はそうしない。それもそのはず、彼はこうやって威張るのが好きなのだ。自分はタバコを吸うかハンコを押すかしかしてないくせに、カインの些細なミスについてはネチネチと言い続ける。すいません、今日中に探しておきます。反論すると癇癪を起こして面倒なので、経理課メンバーはおとなしくしている。それをいいことに、大橋課長はさらに威張る。これが負の連鎖となり、みんなの慢性的なストレスになっているのだ。ミス、ミス、あるか？課長が去ったのを確認し、俺はブツブツとつぶやきながら指摘箇所を探す。さっきまでやっていた作業を止めてでもやらないと、これもまた癇癪の原因になる。最優先は彼の機嫌取りが部下たちの仕事になってしまっていた。こんな状態では小声でもいいから文句を言っていないと心がやられてしまう。おかげで経理課の空気感は最悪だ。内容は大丈夫そうだが。課長から送り返された PDF にはしっかりと承認印が押されている。大橋課長が中身を確認したからこそ押されているはずの印だ。誤字脱字か。そう考えて文章を構成にかける。何度かやり直したが、やはり指摘されるような場所は見当たらない。ああ、またこのパターンだ。こういった出来事は何も今回が初めてじゃない。ミスを具体的に指摘しないこと、探してみてもそもそもミスなどないこと、これまでにも何度かあったケースである。大橋課長のやっていることはもはや捏造にあたるのだ。まったく仕方ない人だな。念のため先輩社員にも見てもらったが、やはりミスはない。特に修正をせず、そのまま大橋課長に再送信した。このように彼は無駄に部下を苦しめる。些細なミスや存在しないミスを自分が訂正したことにして上司に報告しているのだ。つまり彼の業務は揚げ足取りと手柄の偽装ということになる。少し前にもデータの一部を消されたり資料を書き換えられたりしたことがあった。証拠を集めて上に報告しようとする人もいるが、報復を恐れてなかなか踏み出せていないようである。そんな状況で俺は必死に仕事をこなしていた。株主総会が間近に迫っており、決裁報告書の作成を任された俺たち経理課はてんてこまいしている。そのため
いつも以上にピリピリした雰囲気が漂っており、のんきな大橋課長以外は怒りの沸点が下がっていた。はあ、もうまた間に合わないよ。何度計算し直しても金額の合わない事例がいくつかあった。合計すると500万円にもなる使途不明金が出てきた。この案件って確か担当者の枠には菊池と大橋の印鑑が押してある。俺と課長が担当した案件であるという証明だ。担当といっても俺は基本的にノータッチだった。いつもなら丸投げされるのに妙だなとは思っていたが、まさか。課長、この仕事課長が担当されてましたよね。説明するのに必要な書類を印刷して大橋課長のもとへ。なんだ？見るからに怪訝そうな顔で彼は俺を睨んだ。何度計算しても金額が合わないんですよね。それも500万という大金です。経理課の先輩方にも見ていただいたんですけど、大橋課長でしたら何かお分かりかと思いまして。ホチキス止めされた資料を斜め読みし、俺が何の話をしているか察したのだろう。課長は一瞬だけ眉を潜めたかと思うと、その資料を机に放った。知らないな。そんなことしてる暇があるなら仕事をしてくれよ。それはこっちのセリフだと心の中で毒を吐いた。しかし500万の使途不明金なんて放置できませんよ。うるさい。お前の勘違いか計算ミスだ。何を言ってもその一点張りで彼は調査しようとしない。ここまで固くなに動かないとなるともう怪しいどころの騒ぎではない。わかりましたよ。低い声でそう言い、俺は一度自分の席へ戻る。仕事が大忙しなのはわかっているが、動かない大橋課長に代わり、この件に関してこっそり独自調査をすることにしたのだ。巧みに隠されていたが、大橋課長の使い込みである可能性が出てきた。また必要な書類を集め彼のデスクへ。大橋課長、しつこいやつだな。今度は何だ。何の用事かは自分で考えろとそう言うように無言で資料を差し出した。だからお前の計算ミスだと言ってるだろ。どこがどう間違えているんですか。教えてください。痛い指摘を受け彼は慌てるばかり。対して俺は至って冷静に言葉を返し続けた。これだけ証拠が揃っているのに大橋課長はまだ認めようとしない。ですから間違いだと言うならどこが間違いなのか教えてください。それとも言いがかりですか。お前な。不服そうな顔で彼は激しく貧乏ゆすりをしている。俺がしつこく問い詰めるので心の底からイライラしているのだろう。第一、仕事が遅いんだよ。それは今関係ないでしょ。ミスが多いんだよ。どこにミスがあるのか具体的に指摘してください。大橋課長の額から汗が落ちるのを見た。話す内容も支離滅裂になってきている。根拠があるとはいえ博打だった。どうやら俺は間違っていなかったようだな。正直この会社に君の必要性を感じないんだよね。大橋課長は怒りの感情を押しつぶし嫌味な笑顔に反転させていった。しかし俺はなおも冷静に返す。奇遇ですね。同感です。僕もあなたの必要性を感じません。なんだと貴様。俺の一言で大橋課長は大激怒。事務所中に響き渡る怒号を放ち、ニヤニヤはまた憎しみの顔に戻った。お前なんかクビだ。二度と顔見せるな。
突然首を宣告され、さすがに少し驚いた。お怒りになった結果、まさかここまで行ってくるとは思わなかったからだ。俺が目を見開いて彼を見ている間にも、数々の罵詈雑言を吐き続けている。もはや手に負えない猛獣と化した大橋課長。どうやってもその場を収めることができず、俺は先輩方に謝って事務所を去った。廊下を歩きながら、携帯を操作して俺はある人に電話をかけた。もしもし、この前の件だけど、前向きに進めておいてほしい。そう言うと、電話の相手は嬉しそうにした。うん、それだけ。じゃあ、よろしく。電話を切ってポケットにしまう。薄暗くなった廊下で、俺はにやりと笑った。数日後、予定通りに株主総会が開かれた。クビと言われたので、経理課には顔を出していなかったが、どうやら準備は間に合ったようだ。厳かな雰囲気の会場に入ると、大橋課長とばったり会ってしまった。あ、どうも。どうしてお前が。間違いだ。どうしてこんなところに来たんだ。今すぐ帰れ。俺を見るなり、また罵倒してくる。しかし、今日は言い返したりなどはせず、あはは、と適当にあしらう。そこへ。大橋くん、声が大きすぎるぞ。背の高い白髪混じりの男性が立っていた。ここ数週間、検査入院をしており、今日から復帰する中森昌司さん。役職は部長で、俺や大橋課長の上司にあたる人物である。ああ、いや、俺はクビにされたんだったな。部長、こいつクビにしたのに、静かにしろと言ってるんだ。中森部長に言葉を遮られ、課長はしょんぼりとした。しかし、やはり俺がここにいるのが気に入らないようで、彼はずっと俺を睨んでいる。さあ、もうすぐ時間だ。行こうか。ええ。そう返事をして、俺は中森部長と共に席へ向かった。役員や大株主が座る特等席へ、である。おい、菊池、なんでお前がそこに座るんだ？そこが誰の席か分かってるのか？何度静かにと注意されても、大橋課長はわめき続ける。大橋くん、君を知らないのか？彼は。しびれを切らした部長が説明しようとしたそのタイミングで、開会の挨拶が始まった。部長は説明をやめ、司会者の方に視線を向ける。俺も彼に習う。さすがの大橋課長もおとなしくなり、とりあえず席に着いた。社長が壇上に立ち、挨拶や会社の経営状況、今後の方針についての話をする。議事が進行していく中でも、俺は常に大橋さんの視線を感じた。その顔はどこか青ざめているようにも見える。報告は以上です。これより質疑応答の時間といたします。ご質問などございましたら、挙手をお願いいたします。株主たちは手元の資料とにらめっこをしていて、まだ手が上がらない。では、この間に聞いてしまおう。はい、よろしいでしょうか。あらかじめ質問事項を決めておいた俺は、社長をまっすぐ見ながら手を挙げた。視界の隅で大橋課長がガタガタしているのが見える。どうぞ。ありがとうございます。会社の決算の部分なのですが、あ、これを。前に出て社長に資料を渡した。あの日、
課長について調べた際にまとめたものである。その書類が示すように使途不明金が500万円ほどあるようなのですが、これは何のお金なのでしょうか。ご質問ありがとうございます。こちらは、経営課長の大橋よりご回答いたします。社長はそう言い、大橋課長を見た。彼は震えながら立ち上がり、俺を指さして叫んだ。なんでクビになったお前がそんなこと聞くんだ。大地、お前はなんでそっちにいるんだよ。己の不正行為を株主総会で暴露されたからか、大橋課長は質問に答えることなく醜態をさらしている。お前みたいな低能がいるところじゃない。間違いだ、帰れと言ったはずだ。大橋くん、あの日のように手がつけられなくなっていた課長、そんな彼を普段は優しい中森部長が大声で止めに入る。いつもとのギャップに驚いたためか、大橋課長はたった一言で静かになった。彼が株主総会に、しかもこちら側にいるのは正しい。何一つ間違ってなどいない。え？部長の言葉で唖然とし、大橋課長は一気にほうけた顔になる。さすがに少し冷静になったのか、彼はもじもじと恥ずかしそうにしている。課長、これをご覧ください。そう言ってとある書面の写しを課長に見せる。委任状？内容を理解すると、彼は再びガタガタと震え始めた。自分が誰に何をしてしまったのか察したのだろう。彼のお兄さんはここの株を6割以上を持つ筆頭株主だ。委任状が示すように彼はその代わりに出席しているんだよ。彼にとってはあまりにも悲惨な事実であり、それを告げられた大橋課長は座り込んでしまった。言葉も出ないようであり、ただうめくばかりだ。俺の父である菊池霊はこの会社の社長を務める人物である。先ほど壇上で株主たちに説明を行っていた彼がそうだ。創業者は俺の祖父で、父が経営を引き継いだ形である。筆頭株主である兄の菊池総一は洋菓子とは関係ない別の業界で働いている。え、俺が将来洋菓子店を継ぐの？俺が小学2年生の頃、兄は高校3年生だった。大学進学が決まったその段階で、父は将来の話を兄に持ちかけた。ああ、まだまだ先のことだが、長男のお前に頼みたいんだ。改まった様子の父にそう言われ、兄は困って後頭部をかく。当時まだ8歳の俺は状況を理解しておらず、大音量で2画面の四角い携帯ゲーム機を使い、2人が話をしているすぐ近くで遊んでいた。俺が洋菓子があまり好きじゃないこと父さん知ってるだろ。甘党でお菓子作りに没頭する俺とは対照的に、兄は甘いものをあまり好まない。今思えばそんな兄に洋菓子店を継がせるのはなかなかに酷な話である。ああ、母さんからそう聞いている。だったら勘弁してよ。好きじゃない食べ物の店を継いだって仕事に身が入らないだろ。そりゃそうだが。この頃、店はまだ個人経営の小さなものだった。しかし売り上げは着実に伸びていた。小さな子供でも自分のお小遣いを握りしめて買いに来ることができるお菓子、それをモットーに低価格で美味しいお菓子を作り続けたことで、地方紙に載るくらいの知名度になっていたのだ。
俺が高校生の頃、兄が店に投資して株式会社として設立させた。後を継がない代わりにその道を選んだのだ。それ以降、お菓子の売り上げはさらに伸びた。会社は順調に成長していき、今に至るわけだ。兄は今日、第二子の出産が近くで、奥さんのそばを離れられないので、こうして私が参加しているんです。俺がここにいる理由を語ると、大橋課長は真っ青な顔になった。座ったまま、俺に震える指を向ける。だが、偉いのはお前のお兄さんだ。お前自身が会社に不要なのは変わらないだろう。何を言ってるんだ、大橋。また、感情を爆発させた課長に対し、中森部長が一喝。大橋課長は、幾度となく見た、ほうけた顔になってしまった。彼は、菊池社長の次男で、ここの次期社長なんだぞ。え？予定外の発表になってしまったが、仕方ない。中森部長が言った通り、まだ先だが、俺は父の後を継いで社長になる予定だ。この株主総会で副社長に就任することを発表する予定だったのだが、家庭が何もかも狂ってしまったな。そんな、お前が次期社長？部長の言葉を聞き、彼は目の焦点が定まらない様子であった。信じられない。いや、信じたくなかったのだろう。自分が散々貶めようとしていた部下が、まさか社長の息子であったなんて、簡単に認められるわけないよな。洋菓子が苦手な兄と違い、俺は食べるのも作るのも大好きだった。幼い頃から店の洋菓子を食べて育ったため、その美味しさはよくわかっている。もっともっと広く全国にこの味が広まってほしい。いつしかそんな風に考えるようになっていた。作るだけじゃなく創作もよくやっていた。お小遣いで買えるという目標のもと、できるだけ価格を落として作ることが求められる。その上でどう美味しく見せるか、また見た目だけじゃなく、きちんと美味しくするにはどうするのがいいか、その二つを主軸に開発していくのが楽しかったのだ。開発はなんだかパズルゲームのような感覚だった。コストは下げたい。しかし材料の安全性は確保したい。低コスト、高品質の実現には苦労したが、開業時から知り合いの農家さんや新しく開拓した農家さんに懇意にしていただき、なんとか安く卸してもらうことができている。そういった工夫も会社が伸びた要因であろう。俺としては、祖父が開業した町の洋菓子店から引き継がれるこの会社を大事にしたいと思っている。だからこそ、お金の動きはしっかり把握しておきたい。副社長になることがあらかじめ決まっていた俺が経理課にいたのはそれが理由だ。当初の目的とは違うが、結果的に大橋課長のような人をあぶり出すことができたので、その選択は正解だったと思う。さて、質疑応答の続きです。菊池雄二副社長より本件の調査結果を発表いたします。父が口を開き、株主総会が再開された。はい、500万円の使途不明金は大橋和夫氏が自らの懐に入れていたものであります。俺がそう告げると、会場はざわざわと騒がしくなった。家中の人物である大橋課長は逆に静かにうつむいている。原材料メーカーと結託し、偽の
伝票を作らせていたのです。その伝票を会社の金で決済し、当該メーカーと折半していました。伝票を精査したところ、納品されたことのない品物代の請求書が届いており、決裁員は大橋課長のものであった。問い詰めたところ、その原材料メーカーの担当者が不正は事実だと認めた。父と相談し、会社として被害届を警察に提出したので、大橋課長を含めた当事者は、もう逃げ切ることはできない。株主や役員の前で、大橋課長の不正を暴露した。すべてが明るみに出ると、彼は絶望の表情とともに膝から崩れ落ちた。ちょうどそこへ、警察だ、大橋和夫、逮捕状が出ている。警察官が株主総会の会場に現れ、大橋課長を連行。彼は何の抵抗もせず、そのまま連れて行かれたのであった。数分して場が落ち着いた頃、俺と父は株主たちに向かって頭を下げた。社員の不祥事を詫びるためである。これから警察協力のもと、被害額を正式に調査していく所存です。すべての被害が保証されるとは限らないが、大橋元課長にはできる限り満額近く払ってもらう方針だ。不正を最初に嗅ぎつけたのはこの菊池雄二であります。心を鬼にして毅然と罪を裁く彼は、副社長、ゆくゆくは社長として会社を導くのにふさわしい人物であると考えます。社長がそう語ると、会場は拍手で埋め尽くされた。煙たがられることなく歓迎されているようで一安心だ。では新副社長よりスピーチを。はい。マイクの前に立つが、不思議と緊張はなかった。きっと大橋元課長を問い詰めた時の方が激しく緊張していたから、スピーチ程度のことは大して恐ろしく感じなかったのだろう。この会社は私の祖父が立ち上げた洋菓子店から始まりました。当時は戦後間もなくで、食糧難という戦争の爪痕が色濃く残る時代でありました。子供たちから笑顔が消えたのを見て、祖父は甘い甘い洋菓子を作って振る舞った。お菓子をもらいに来る子が次第に増えていき、お菓子作りのノウハウも蓄積された。それを生かして開いた小さな屋台が全ての始まりだ。お菓子を通して子供たちの笑顔を守りたい。そんな祖父の思いは現社長である父が引き継ぎました。これからは私も共に背負っていきたい。戦後から今に至るまで、子供たちを取り巻く環境もお菓子のニーズも大きく変わってきた。流行り廃りもあれば、経済状況の変化もある。それでもただ一つ変わらないものが存在する。お菓子を食べた時の子供の笑顔だけは昔から変わらない。尊いそれを絶やさぬよう努めてまいりたいと思います。そのためにも従業員や株主の皆様のご協力をぜひともよろしくお願い申し上げます。話を締めて一礼すると、会場には再び拍手が響いた。立派になったな、雄二。そういう父は感慨深そうに俺を見ていた。その後、俺は経理課を出て、父のサポートをメインに仕事をし始めた。打ち合わせに出張、挨拶回りとあちらこちらを飛び回る忙しい日々が続く。そんな中でも社内の様子は忘れずにチェックしている。特に
製品開発部にはしょっちゅう顔を出している。これは仕事というより昔からの趣味の延長といったところだろうか。うん、おいしい。けどちょっと酸っぱいかもな。いつからか俺は人が作ったお菓子を評価する側に回っていた。酸味が強すぎると子供は苦手意識を持つかも。嬉しいと言えば嬉しいのだが、なんだか寂しい気持ちもある。父に許可を取って少し開発部にいさせてもらおうかなんて思うほどである。このサイズだと窒息してしまうかもしれない。もう少し小さくするか、穴を開けたりできないか。口うるさく言いすぎて鬱陶しいかと思ったが、開発部の人らは参考になると言ってくれた。この部署には昔からの知り合いもいる。小さい頃から会社のお菓子を食べ続けてきたからか、ありがたいことに俺の評価はみんなに信頼されていた。ゆうじくん、もしかして味見が目的なんじゃないの？子供時代から俺を知る開発部長はそうからかってくる。そんなことないよ。ちゃんと開発の仕事の様子を見に来たんだってば。ならいいけど。それにゆうじくんの的確なアドバイスにはいつも助けられてるし、一人で空回りしているわけじゃなさそうでよかった。以前所属していた経理課にも時々顔を見せている。俺の面倒をよく見てくれていた先輩が新たに課長となった。中森部長に教わりながら課長の仕事を覚えていっているようだ。先輩は面倒見もいいし、慣れない管理職でもやっていけるだろう。あ、お疲れ様です、副社長さん。ええ、お疲れ様です。少し前に比べて経理課の雰囲気は明るくなった。仕事を押し付けたり、ミスを捏造したり、突然癇癪を起こしたりする厄介な存在がいなくなったからだろうな。あれからかなり仕事しやすくなりましたよ。上長にも気軽に相談できますし、何より怒鳴られないのがね。一人の会員がそう言うと、事務所内に笑いが起こった。うんうん、あの頃のことを笑い話にできるのであれば上出来だ。トラウマになってしまわなくて本当によかった。そう安堵し、俺は間違っていなかったのだなと胸をなで下ろした。またある日、俺は仕事の合間にとある店舗を視察に来た。ここはうちの1号店で、祖父が手作りで建てた小屋を何度かリフォームしたものだ。いらっしゃいませ。鈴の音とともに手動の扉が開き、親子が来店した。4歳か5歳くらいの女の子は店内のお菓子を見てテンションが上がっているようだ。それから続々とお客さんが来た。子供たちは皆満面の笑みで買うお菓子を選んでいる。中には小さな子供用のカゴがあふれるのではないかというほど積み上げている子もいる。ありがたいといえばありがたいのだが、そんなに取ったらお母さんに叱られるんじゃないか。懐かしいな、この感じ。大人になると食べたいお菓子を何個でも買うことができる大人買いというやつだ。だが俺は好きなお菓子を一つだけ選ぶように言われた時のワクワク感がたまらなく好きだった。いつも食べているお菓子を選ぶか、思い切って冒険するか。俺はどちらかといえば冒険するタイプだった。いろいろなタイプのお菓子に出会うことができるので、それこそ本当に冒険に出るような高揚感があったのだ。その感覚を今店の中でお菓子を選ぶ子供たちも感じてくれていることだろう。だからこそこうやって
笑顔があふれているのだ。さて、そんじゃもう一仕事頑張るとしますか。その笑顔を守り、次の世代、さらにその次の世代へとつなげていきたい。そんな思いで、俺は次の仕事をしに向かうのであった。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。神妙な雰囲気が漂う室内。父の葬儀場では誰もが皆うつむき、無念さをにじませた表情だった。最後まで農家として野菜に全力を尽くした父。父の最後はいかにも父の生き様そのものだった。そこへ一人の男性が現れる。葬儀の場には似つかわしくない態度で、ひときわ目立つものだった。その男性は僕たち家族の前までずかずかと歩いてくる。そして目の前に立ち止まると、香典を投げてよこしながら衝撃の一言を発した。野菜まずかったけど礼儀だし香典やるよ。耳を疑うような暴言の後も、男性は次から次へと暴言を吐き続けた。僕は何も言わずに待ってその言葉を聞いていた。言いたいだけ言い終わって帰ろうとする男。彼に向かって僕は一言だけ言った。お前、人生終わったぞ。彼はこれから本当に地獄を味わうのだった。僕の名前は水崎健一、高校3年生。父である水崎俊和が営む農家の一人息子だ。生まれた時から農業に勤しむ父の姿を見てきたため、僕の農業に対する関心はとても高い。毎日学校から帰ってきたらすぐに畑に直行して父の手伝いをするのが日課だ。日に日に成長する農作物を追う日々は僕にとってとても楽しいものだった。なんといっても種を植えてから実がなるまで一日だって同じ時がないのだ。少しずつ伸びる芽や収穫できるほどにまで大きくなった野菜、それらを見て触れると、その生命力の強さをありありと感じ、生命の輝きを感じるのだった。中でも特に我が家の畑では夏野菜の生産に力を入れている。おいしくて体にいい野菜の改良に勤しんでいる日々だった。しかし、おいしい野菜を作ればみんなに食べてもらえるのかといえば、そうではない。世の中は不景気なのだ。買い手としては安い方がいいというのが世の常なのだろう。我が家の少し高い野菜たちも外国産の安い野菜に押されてしまっていた。僕たちとしてもなるべく安く提供したい気持ちがあるのだけど、丁寧に味よく育てることをモットーにしている分、手間がかかってしまうのだ。そうなると、やはりどうしても高価になってしまうのが現実だった。しかも厳しいことに、最近では新種の研究開発費用が回収できずに赤字続きになっている。この赤字をどうにかして黒字転換しようと、父の俊和は寝る間も惜しんで働いていた。お父さん、最近全く休めてないわね。そうだね、このままじゃ体を壊してしまわないかな。あまり無理をしないでほしいものだけど。僕と母は働き詰めの父の体をとても心配していた。体を酷使しているのは
きを見るより明らかだった。無理しないで、たまに休んで、という僕たちの言葉を聞いた父は、そうだな、というものの、その手を止めることはなく、頑固者の父は僕たちの心配をよそに働き続けるのだった。そんな生活を続けていたある時のこと、やはり体を酷使することの弊害が出てきてしまった。体と心というのは密接につながっているのだろうか。父はついに過労のために精神を病んでしまったのだ。初めの症状は口数が減っていったことだった。普段からあまりおしゃべりでない父ではあるが、心を病んでからはめっきり口数が減った。こちらが何かを言っても大した反応を示さず、笑うことも少なくなった。いつも暗く沈んだ顔で、徐々に食欲も失っていき、ついには睡眠にも支障をきたすようになってしまった。疲弊しきった体を引きずっての仕事は本当に苦しく、正直やめたいものだったはずだ。しかし僕はまだ高校生だった。父としても高校を卒業させたい思いが強かったのだろう。身も心も疲れた状態で父は必死で頑張ってくれていた。そんな姿を見ていた僕は、少しでも力になりたくて、むしろ一刻も早く後を継ぎたい気持ちでいっぱいだった。とはいえ、高校生という厳しい現実、どうにもできないジレンマを感じる日々だった。しかし、無情なことに、父の状況は日に日に悪化。最近では食事もほとんど喉を通らなくなってしまっていた。このままでは本当に父が倒れてしまう。そう思った矢先の出来事だった。この日も僕は学校が終わるとすぐに家に帰っていた。家に着くと父の手伝いをするためにいつものように畑に。しかし畑沿いの道から見渡しても畑の中に父の姿が見つからなかった。どこに行ったんだ？不思議に思い、畑に向かって父を呼んでみる。返答はない。嫌な予感が頭をよぎった。僕は急いで畑の中を突き進み、父を探した。すると、背が高く伸びた野菜の葉の陰に、隠れて倒れている人を発見した。それは、夏の畑の作業中に脱水症状で倒れてしまった父だった。父さん？父さん？何度呼んでも返答はない。父は熱いような、冷たいような、正気のない体温になっていた。母さん、誰かいませんか？誰か！母の助けを呼ぼうと思ったが、あいにく母はここにはいない。少しでも父の金銭的負担を減らすために、最近パートに入り始めたのだ。父の体をゆすりながら大声で助けを求める。涙がボタボタと流れ落ちて、父をゆする手に力が入ってしまう。しかし、それに対する父からの反応は一度もないままだった。僕の大声を聞きつけた近所の人が慌てて飛んできてくれて、救急車を呼んでくれた。間もなくして、救急車が到着したけれど、父はすでに帰らぬ人となっていた。弱った体で、真夏に畑仕事をしていた父。脱水症状を引き起こしていたが、その時畑にいたのは父だけだった。誰にも気づかれないまま、一人で亡くなってしまったのだ。父さんが亡くなってしまった。それも畑の中で一人きりで。
僕がもう少し早く帰っていれば、もう少し父さんの発見が早ければ助かったかもしれないのに、僕がもっと父さんの助けになっていれば、もう少しでも楽をさせてあげれていれば。父が亡くなったショックと衝撃、父のために何もしてあげられなかった悲しみで胸が潰れそうだった。よろしくお願いいたします。失礼します。親類や取引先に葬儀の知らせを出す母。受話器を置いて母は大きく息を吸い込んだ。それは泣いている時にする深呼吸の音とよく似ていた。おお、お父さん早すぎるわよ。私たちにこんなことをさせるなんてね。そう言いながら母はこちらを向いた。目が合い、悲しげに微笑んだ母の目尻にはやはり涙が光っていた。でもお父さんはあんなところで一人で行ってしまったんだから寂しかったはずよ。葬儀くらいはみんな呼んで送ってあげなくちゃね。母はそう言って涙を拭っていた。気を取り直し、再び受話器を手に取る母。そしてある一軒のお宅に電話をかけようとしたとき、一瞬母の顔は怒りに歪んだような気がした。どうしたのだろう、見間違いか。もちろん憔悴しきっている母にどうしたのと聞くことはできない。気のせいなのかなということにして、僕も自分にできることを考えることにした。できることは少ないけど、わかる範囲で親類に電話をかけるのを手伝ったり、注文すべき葬儀用お弁当の数を数えたり、葬式の手配にこんなにしっかりと関わる機会は今までなかったから、何をするのもいっぱいいっぱいだった。葬式当日、父の葬儀は厳粛に行われた。まだ若いのに君も大変だね。お父さんが残した畑はどうする予定なんだい。まだまだ力不足ですが、僕が継ぐ予定です。そうか、大きな畑だからね。大変なことも多いと思うけど頑張ってね。私にできることなら手伝うから行ってきてね。まだ高校生の僕のことを心配して優しい言葉をかけてくれる取引先がたくさんいた。生前の父は多くの人から慕われていたようだ。周りの人からの信頼も厚かったことがうかがえて、新しい父の一面を知れたような気がして鼻の奥がツンとなった。そんな人の温かみに触れていたとき、一人の男性が葬儀場に現れた。彼は取引先の一つである料亭の店長、金光という名前の男だった。ふくよかな腹回りを踊らせながら、彼はずかずかと会場に入ってきた。その態度はまるで葬儀ではないかのような態度の大きいものだった。なんだこの人は。あまりの態度の悪さを不思議に思い、僕は彼の行動を目で追っていた。僕の視線の先に金光の姿を見つけた母はひっと息をのんだ。そして母はいきなり僕を控室の方に押しやろうとした。お母さん何。小声で聞く僕の質問に答えず、母は僕の背中を押し続ける。しかしその手からの力は弱く、逆にガタガタと震えているのを僕は感じた。これは何か訳があるに違いない。父
がいなくなった今、母を守るのは僕の役目だ。胸にそう強く誓い、僕は背中を押す母の手を優しく掴んだ。目を合わせると、母の顔はかつてないほどこわばっていた。僕は逆に母の背中を支えながら、金光の方を改めて向き直った。こちらに向かってくる金光。近くで見ると、彼の顔は神妙な雰囲気漂う葬儀に似つかわしくないほど嫌みたらしく歪んでいた。そして目の前に来ると、まさかの言葉を僕たちに投げかけた。野菜はまずかったけど礼儀だし香典やるよ。僕はその言葉が衝撃すぎて目を見開いた。驚いて彼の目を見ると、こちらを見て鼻で笑うかのようだった。そして今度は香典を投げてよこす。投げられたそれからはチャリーンと軽い音がした。あっけに取られるみんなの前で金光が口を開く。俺んところが高級料亭だからってぼったくるからこんなことになるんだよ。な、父はそんなことしてません。急に思いもよらない言葉を吐かれて頭に血が昇る。カッとなった僕の思いも知らず、金光はさらに言葉を重ねた。値段だってどんどん上げていきやがってよ。いい野菜を作りたいとか、うさんくさいったらありゃしないもんよ。大して変わらないくせに。やめてください。父を悪く言うのはやめてください。だから自業自得なんだよ。料理すんのはこっちで、俺の腕は一流なのに、ここのおっさんは野菜の用途の指示までしてきやがる。何が今日の野菜はいつもよりさらに水分量が多いのでサラダにも最適ですだ。納品時にいちいちそんなコメントうざいんだよ。普段はノリのいい陽気な男性なのだろう。勢いを味方に生きてきた金光にとって、ひたむきに野菜に向き合う利益度外視な行動は神器臭く見えていたようだ。たまりにたまった鬱憤が爆発したかのように、父を見下した発言が止まらなかった。これらの言葉を聞いて、ついに涙を流す母。耐えていたおえつはいつしか漏れて周りに響いていた。僕たちだけではなく、周りの人も金光に冷たい視線を投げかける。しかし金光はそんなものお構いなしで文句をどんどん重ねていくのだった。はじめはカッとなって悔しくて、今すぐにでも訂正して謝ってほしい気持ちでいっぱいだった僕も、いつしかぷつりと糸が切れたような気持ちになった。この人にかける情けなんてない。僕は金光に言いたいだけ好きに言わせることにした。反論してこないのをいいことに、数々の文句を並べる金光。何も言い返さないのを言い返せないと捉えたようだ。勝ち誇った顔で、所詮野菜なんて料理人の腕にかかればどれも同じなんだよ。おっさんは大したことない自分の野菜を美化させすぎだよ。お前はそうならないことだな、と言っていた。ここまで言い切ったところで、金光は満足したのだろう。喋り終わった満足げな表情で、こちらの反応を楽しんでいた。僕は話が終わるのを見計らって口を開く。口から出た声は自分でも驚くほど低いものだった。お前、人生終わったぞ。たった一言、そう言って僕は金光の目を冷たく見据える。金光は僕の予想外の反応に驚いた顔を見せながらも、たわごと抜かすな、と返し
半笑いを続けていた。僕の言葉の意味がわからない金光は、大きな足音を立てて帰ろうとする。振り返り、歩み出したその時、参列者の中で、ひときわ目立つ見知った顔を発見した。こちらを向くその男性に対して、誰だっただろうかと少し思案する金光。そして次の瞬間、はっと思い出した様子の彼の表情が一転した。何かに焦り始め、確実に顔から覇気が奪われているようだった。それもそのはず。見覚えのある男性の手にはカメラが握られていたからだ。しかもこの男性、実はテレビにもよく出るような有名なジャーナリストだった。クラチという名前も世間的にもかなり知れ渡っている方だと思う。金光もクラチの存在をテレビか何かで知っていたのだろう。目に見えて不安げな様子をにじませていた。それでもクラチのところに歩みを進める金光。目の前に行ったところで、ドスの聞いた声で、追ってたのかと聞いた。それを受けたクラチは落ち着いた様子で、撮ってたというより、撮ってますよ、今も。と返した。それを聞いた金光は、消せと言いながら、録画中のカメラに手を伸ばす。まるでカメラごと地面に叩きつけそうな勢いだった。しかし、大事な大事な商売道具であるカメラを有名ジャーナリストが手放すはずがない。カメラを守りながら、華麗にかわしたクラチに金光は乱暴な様子さえも撮影されてしまった。かわされた恥ずかしさも相まってか、一段と大声を張り上げる金光。お前、こんなことしてただで済むと思うなよ。訴えんぞ、この野郎。ジャーナリストは家に帰って人の荒探しでもしてろ。金光の物言いは、どれも相手を見下したものばかりだ。聞いているこっちでさえ反論しそうになる。しかし、それをクラチは僕を制して静かに、でもはっきりと金光の目を見ながら口を開いた。ただで済まないのはあなたの方です。覚悟しておいた方がいいですよ。苛立ちで顔を歪める金光は、勝手にしろと言った後、ずかずかと歩き始め、入り口にある飾り花を思い切り蹴飛ばした。そして、こんなクソな葬式来てやった俺が間違いだったわと、捨て台詞を吐いて帰っていった。その様子も、クラチはバッチリ録画。彼が撮り続けていることは、誰の目から見ても明らかで、金光ももちろんわかっていたはずなのに、頭に血が昇って正常な判断が下せなかったのだろう。最後まで悪態をついて帰っていった。一連の彼の暴挙に言葉を失い、顔を見合わせ合う参列者一同。クラチと目が合った僕は彼のもとに歩みを進めた。すいません、僕たちのせいでクラチさんまで。いやいや、悪いのは彼の方です。水崎さん、悔しくないですか？そう言いながら、クラチはカメラをいじり、録画の確認を始めた。そう言われて、僕は悔しさでいっぱいな胸を伝えた。一生懸命野菜を育てた父は、一度もぼったくりをしようとしたことなんてなかった。少しでも安く提供できないか考え、消費者が美味しく食べれるように努力を重ねていたはずだ。真横でそんな姿を見ていただけに、こんな言われをするなんて微塵にも思っていなかったのだ。このままでは亡くなる直前まで頑張り続けた父が浮かばれない。言いたい放題言われてしまったことが申し訳なくてたまらなかった。それを聞いたクラチはうなずきながら優しい声で
利和さんの野菜が消費者への愛にあふれていたことはみんな分かってます。大丈夫、お父さんの悔しさは僕が晴らしますと言った。こうして気を取り直して行われた父の葬儀。あの場面を目撃していた人たちは皆、挨拶のたびに僕たち家族をねぎらってくれた。あんなことを言われた後だからこそ、生前の父の頑張りを認めてくれる人がたくさんいることを知るたびに胸がぐっとなった。参列者たちからの愛情を改めて感じて、父のことが自分のことのように嬉しく感じたのだった。そしてクラチはその日のうちにワイドショーにあの動画を販売した。理不尽な物言いに冷静に怒りを高めたクラチは容赦なく全てをさらけ出したのだ。葬儀での一部始終が世間の目にさらされることになった。テレビのワイドショーで改めて動画を見た僕は怒りを通り越して呆れて物が言えなくなった。当時はショックで半分も言葉の意味を理解できていなかったようだ。聞けば聞くほど理不尽で自分勝手で決めつけばかりだった。汚い言葉で父の誠意が踏みにじられていた。これを聞いた視聴者は怒り心頭。金光の店は人気料亭で芸能人も通うお店として知られていたために余計に炎上していった。故人を偲ぶ場でこんな言い方はない、思っていることがあるなら直接生前に言うのが筋だ、料理人ファーストすぎる、農家に対してもジャーナリストに対しても自分以外の職業を見下しすぎだ、そんな声であふれ返った金光の料亭。かつては高かったらしい評判もみるみるうちに地に落ちていった。今までは評価してくれていた人も、実は前からと手のひらを返すような始末。自分がしたことは全部返ってくるのを体現するかのようだった。そして人はそれを自業自得だと思うのだった。こうして間もない間に金光の料亭は閉店に追い込まれていった。実はクラチは生前の父が元気にやっていた頃からの知り合いだった。出会いは15年前に遡る。ちょうど父が素晴らしく甘いかぼちゃの品種改良に成功した時だった。このかぼちゃの甘みは業界や巷で結構な評判となって、料亭や出店の話が途絶えなかった。未だかつてない甘みのかぼちゃ。そんなキャッチフレーズで広まる噂を聞きつけたクラチが父に取材を申し込んだのだった。その取材で父の熱意に心打たれたクラチ。野菜作りへの意思をしっかりと受け取ったクラチは、熱量あふれる記事を世に出した。しかし最近の不況の中では、父のようなストイックに農業に向き合う農家が減っているのが現実。こだわり抜いた野菜を作りたくても経営難が理由で実際は難しいのが現実だと知ったクラチは、現在の農業に憤りを感じていた。日本の食を支えている一次産業従事者、自分たちが不便なく美味しい食事にありつけているのは農業者のおかげだと感じていたクラチは、農家が苦しむ現状が許せなかったらしい。ジャーナリストとしてこの現実を打破しようとしていた。そこでクラチはこの現状と農家の本音を世間に伝えることで農業者の地位をより良くしようと考えた。まずはその一歩として、最近また父の農場に取材に来ていたのだった。そんな最中での葬儀、志半ばでこの世を去った父の無念と、二度とこのような不幸を生まないために、クラチは
農業者の立場を改めて向上させるよう尽力しようと思っていたところだった。参列者の中でいきなり現れた態度の大きい男。彼を目で追っていると、喪主のところに行くより前に、香典なんて小銭で上等というセリフが耳に飛び込んできたのだった。友人の葬儀でビデオを回すなんて、という思いにも駆られたが、ジャーナリストとしての本能に逆らえなかった。なんといっても態度の悪い彼からは、ただならぬ雰囲気を感じ取っていたらしい。大きな足音がした次の瞬間に、クラチはビデオを構えていたのだった。騒動の最中、クラチは僕たちに会いに来てくれた。父の野菜の良さを語った後、僕にも父の姿勢を引き継いで、真摯に農業と向き合って農家になってほしいと言った。もちろん、僕もそのつもりだ。父が残してくれたものを僕が全部引き継ぎ、世の中に広げていく意思を伝えた。それを聞いたクラチは、満足げに微笑んで僕の手を握ったのだった。そして今度は軽く目を伏せ、今回は、こんな大事になってしまって申し訳ございません。利和さんの熱意を知っているから、許せなかったんです。と言った。ありがたい言葉と行動に感謝以外あるはずもない。僕は心の底から本音を伝えた。こちらこそ、クラチさんには感謝しかありません。父の無念を晴らしてくれて、ありがとうございました。おかげで父も浮かばれたと思います。そう言うと、クラチは、だといいのですが、と言って、微笑むのだった。その後僕は、宣言通り、高校卒業後は、父の畑を継いだ。やはり、手伝うのと、なりわいとするのとでは、全然大変さが違う。一人でこの畑を守っていた父の大変さを、身にしみて感じる日々だった。来る日も来る日も多くの失敗をしたけれど、何も悪いことばかりではない。昨年父と共に仕込んだ苗は、今年も大きな実を結んだし、季節野菜の収穫も順調だった。そして、クラチとも定期的に連絡を取っていた。何でも生前の父が開発途中だった水ナスの新種があるのだ。今はまだ開発途中段階だが、一旦クラチには見ておいてほしかった。実際、クラチに種を見せると、彼は懸命にその種をシャッターに収め、僕の説明を真剣に聞いていた。なるほど、水ナスですか。そうです。水ナスって水分が多くなると、どうしても水臭くなったり、旨味が薄く感じるのが課題なんです。父はそれを改善しようとしていました。確かに、水ナスにはそんなイメージあります。クラチはとても熱心に話を聞いていた。少しでも消費者に作り手の気持ちを届けれるような記事を書くために奮闘しているようだった。帰り際、彼は、できそうですか?と聞いてきた。もちろん、簡単ではないことは重々承知している。けれど、花から諦めるつもりは毛頭ない。だから僕は、難しいと思いますが、必ず成功させてみせます。と宣言してみせた。水分たっぷりで、ふわっふわの、美味しい水ナスを絶対に成功させるから、その時はまた取材に来てくれませんか?と尋ねた僕に、クラチは笑顔で、もちろん、もちろん来させてもらうよ、と言った。そこからの僕は、普通の農作業と並行して水ナスの品種改良により一層精を出した。やはり改良というのは、簡単な所業ではない。
失敗に失敗を重ねて少しずつ前に進む、気の遠くなるような作業だった。水ナスの品種改良に着手してから数年が経とうとしていた頃、長い苦労の末、僕はついに完成させることができた。宣言通り、水分たっぷりでふわふわの美味しい水ナスだった。完成して真っ先に報告するのはやはりクラチだ。一方連絡を入れると彼はすぐさま駆けつけてきてくれた。僕は素材の味がわかるように普通に蒸しただけで何の味付けもしていない水ナスを彼の前に出した。クラチはそれをゆっくりと箸でつかみ口の中に入れた。そして次の瞬間、おお、うまい。ものすごい勢いでクラチが僕の手を握って上下にブンブンと振ってきた。完成した時の僕か、それ以上の興奮を持っているかのようだ。用意しておいた水ナスを次々に口の中に入れ、咀嚼をしながら何度も拍手を送ってくれた。おいしい。口の中でとろけるようなふわふわ感なのに味が濃い。口残りが爽やかで絶妙。と感想の詳細を細かく教えてくれたクラチ。彼的にはここまでの出来だとは想像をしていなかったようだ。僕的にも想像以上の出来栄えに感無量だった。この水ナスはいつから販売予定？と聞かれたので、すぐにでも、と答えておいた。父と僕の共同作品でもあるし、何よりこだわり抜いた水ナスを早く消費者の手元に届けたくて仕方なかった。この試食会の後、クラチはこの取材をすぐさま雑誌で紹介した。長年僕たちの研究を追っていたクラチは、いつでも記事をリリースする準備ができていたようだ。密着の末獲得した最高の水ナスを独占的に紹介することができて、クラチも嬉しいと言っていた。この紹介により、僕の水ナスはあっという間に噂になった。なんといってもクラチはやはり腕利きのジャーナリストだ。雑誌の記事の信頼度も高ければ人気も高い。そこで独占紹介をするほどの水ナスなんだからよっぽど美味しいのだろう、ということで話題になったのだった。もちろん僕の水ナスはその期待を上回ることがあっても裏切ることは絶対にない。その自信だけは確かにあった。記事を読んで購入してくれた人が美味しさを体験し、さらに口コミを広げていってくれた。こうして、僕たちの農場はあっという間に全国からの注文が殺到するようになった。そんなある日のこと。この日は水ナスを都内の料理店に納品に行った。高級料理店らしく落ち着いて綺麗な佇まいの店内だった。時刻はまだ朝の8時半。12時オープンの料理店なので、料理人たちが出勤するには少し早い時間だ。静かな店内は納品を受け取る店番一人だけだった。しかし店の前には入り口をきれいに掃除するおじさんがいた。この人たちのおかげでこんなに綺麗な店内が保たれるんだろうな。何気なくそんなことを思いながらおじさんの顔を見た。あれ？この人は。確かに見覚えのある顔。それは忘れたくても絶対に忘れることのできないだろう顔だった。遠目からではわからなかったが、よく見るとそのおじさんは例の金光だったのだ。彼は自分の店を畳まざるを得なくなった後も、
悪名が広まってしまっていたので、新たな出店をすることも、料理人として働くこともかなわなかったようだ。レストランなどの掃除のバイトを掛け持ちしている毎日らしい。金光の現状は気の毒なところもあるが、僕にはどうしようもない。父を見下していただけならまだしも、彼は料理人を支えるすべての職を見下していたのだ。自分の腕がすべて、所詮農家なんて、そんな考えに支配されていたのだろう。今回のことは、食材を扱う者としての心得がなってないと判断されての結果だった。僕は何も言わずにおじさんの横を通り抜ける。相手が僕のことに気づいていただろうか。当時は高校生でまだ幼かったから、十分大人になったら今の僕を見ても全然気づかないのかもしれない。けど、もうそんなことはどちらでもいいような気がした。料理店を後に、家に帰る車の中で僕は自分の現状を俯瞰してみた。いろいろ大変なことも苦しいこともあったけど、今の僕たちの農場の経営は順調と考えていいだろう。水ナスのヒットの相乗効果で他の野菜も再評価され始めている。ありがたいことに売り上げが伸びているので、最近は忙しくて手が回らなくなったりしている。人手を増やすのもいいかもしれない。ワイワイと大勢で農業を盛り上げるのも僕の目標の一つなのだ。そう思うと、これからの農家生活もまた一段とワクワクして感じた。クラチは相変わらずジャーナリスト魂をたぎらせている日々らしい。今日もカメラ片手に日本各地を飛び回っているようだ。クラチらしい正義感は多くの人の助けとなっていることだろう。春が来て、秋が来て、また春が来て、時は変わらず過ぎていく。幾度目の夏を迎えようとしている今日、僕は水ナス以外にも夏野菜の改良に励む日々を送っていた。改良はつまずくことだらけだ。簡単なものはどれもない。しかしだからこそ、成功するたびに真面目に必死に働いてきた日々が本当に報われた気になるのだ。諦めずに頑張って本当に良かったと思うのだった。お父さん、次はね、トウモロコシの新種を作ってみようと思うんだよ。甘みをキープしながらもっと食べやすくできないかと思ってさ。父の墓前に向かって話す。返事が返ってくることはないが、ここに来ていろいろ話すたびに、父と意思疎通できた気持ちがして、すがすがしかった。お父さんの守ってきた畑は、僕が責任を持って守り抜くからね。今も昔と変わらず、多くの人に愛されているお野菜ができているから、安心して見守ってね。僕もお父さんみたいな最高の農家になるから。今日はなんだか素直に気持ちが言える日らしい。普段は気恥ずかしいと思うことも素直に口から流れ出た。線香とお花と一緒に添えられた水ナスが太陽の光を受けて光っている。とても綺麗だった。それを見ていると、なんだか空の上から父が笑っているような気がした。お父さん、これからも一緒に頑張っていこうね。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。